今年も雨が少なかったけど、よーく育ってくれたな。世間じゃ米がねーって言われてっけど、こんだけ立派に実りがあれば大丈夫だ。はあ、稲刈りも始まっから、美味しく食べてもらえるといいな。やっと根付いたな。
まか。また台風が来てんのか。雨が降ってばかりでなかなか植えるタイミングがないな。お盆前までは雨が全然降らなくて困っていたのに、逆に今度は夕方になると毎日のように雨が降ってなかなか思うようにいきませんな。台風が来る前に植えちゃうか、台風が過ぎてから植えるか、みんな迷ってるだろうな。
今回は年末から年をまたいで1月、2月、3月まで収穫ができるキャベツの苗とブロッコリーの苗を畑に植え付けをしました。リレー栽培ということで違った品種を組み合わせることで10月から次の年の3月まで収穫ができる、まあ、リレー栽培ということでこういう品種いろんなものを私は育てています。そして同時に植え付けをする間隔というものを品種ごとに変えています。キャベツの場合は早く取れる品種は35センチ間隔で苗を植え付けをしていきます。ブロッコリーは結構葉っぱが広く横にも伸びるので植え付けをする間隔はだいたい45センチにしてます。そして今日植え付けをしたキャベツ、ブロッコリー、これは比較的寒さが強く来た頃に収穫をするものになるので結構大きくなります。その分葉っぱなども外葉も大きく広がるので早く取れるものに比べればその分株間も広げてます。今日のキャベツ後口に寒い時期に取れる株間はだいたい40センチぐらい広く取ってます。結構 2L を超えて 3L とかボリュームも出せるというところを考えるとある程度株間を広げれば丈夫に育つし風通しもある程度良くなったりすれば病気も減らせることができるからです。また株間を広く取ればその分玉伸びも若干大きくなるため、まあ、収穫量が上がるということ。それに対してまたブロッコリーも年末から翌年にかけて取れるものは早く取れるものに比べるとやっぱり大きくなりやすいです。寒さから身を守るために葉っぱをやっぱ広げるからですね。もちろん上にも立ち上げるんですけれどもブロッコリーは45センチだったところを気持ち若干広げて48センチぐらいにしてます。たった3センチの差なんですけれどもその3センチの差で風通しも良くすれば特にブロッコリーってベト病がここ近年多く出ているので、まあ、それを減らすためにも風通しを良くさせるというところ。あとこの1畳2畳3畳とかこっちにも1畳2畳3畳とこの畳間の間隔はキャベツもブロッコリーもみんな同じです。例えばこっちに植え付けをしてあるキャベツの中心とすぐ隣に植え付けをしてあるキャベツの中心は60センチ、こっちも同じです。ブロッコリーの中心とブロッコリーの中心は60センチ、まあ、ここは管理をするためのツールなので何も植えてないんですけれどもここにも苗を植えてあればもう全部同じ畝の新芯で全部60、60、60と揃えて植え付けをしていけば、すごく栽培管理がしやすいです。これから大きくなってきて 2、3 週間経ったら追肥をこの通路のところに与えます。株と株の間のこの通路のところ、それから中耕しながら、土寄せをするのでこの60センチの錠間っていうのも一定の間隔にしていけば土寄せも作業がとても楽だということでやってます。そしてもう一つが畝作りです。これは結構家庭菜園の方に多いかと思うんですが悩みの一つ畝作り、キャベツ、ブロッコリー、まあ、他にもこれから白菜もあるかと思いますが畝作りはどうしているか、台形状に作るのが一般的。その台形状に作る、まあ、こういうんな感じですよね。周りから土を削って真ん中に集めてそれを畝を立てる。そうすると結構失敗することがあります。なぜでしょうか。雨がどしゃっと降ると水が周りに溜まっちゃうからです。畝高くしているなんでだろうと。周りにある土を削ってるから、削るということは土がなくなるので当然そこだけが周り低くなりますよね。すごく遠く離れているところから土を持ってくるんだったら別ですけど、そこに植え付けをする野菜のために畝を作る、その時にはすぐ脇から削りますよね。それが普通ですよね。それが結構失敗。そうして作った高畝にしても
雨がドシャッと集中豪雨、これから台風などが多くなるかと思いますが、ドシャッと降ったりすると水が高いところから低いところへ流れて逃げる途中に、一旦低くなっているお椀型の、要は池になってしまうということ。せっかく畝を高くしても、高くした畝の周りが水浸しになってしまうと、ここが水に浸かっていなくても、この周りが水がずっとあることで、野菜の根っこはもう外に伸びているので、それで病気になっちゃう。じゃあどうするか。全部平らな状態のところで、ただ自分で体重で足跡をつけるだけ。植え付けをするときには60センチ株まで、あ、上までですね、まあ、こんな感じでただ歩くだけもう十分です。自分の体重でただ耕して平らにしたところを足を乗っけて踏むだけで、ほんのわずか5センチぐらい下がるんですよね。そうすると溝が自然とできます。で、ここはもともと高くしてません。周りから土を集めてるわけじゃないので、一旦お椀型になる場所というものがなくなるわけです。だから雨がドシャッと降っても、もう高いところから低いところへもう一直線にワシャッと流れちゃう。なんならもう縦も横も関係なく、もともとこの作った畝のところ周りと同じ高さなので、もう雨がどれだけ降ってもこう行こうがこう行こうが全然へっちゃら。で、雨が引いた後、またこれから 2,3 週間経てば追肥をします。追肥をして土寄せをするときに、そこで土を寄せられる土が周りに残っている。でも初めから土を削ってしまったりすると、次土寄せするときの土がないですよね。あるかもしれないけど、削るともっと低くなっちゃう。土寄せした後にまた大雨とか台風とかもし来た時にはもっと低くなってるわけだから、もっと水が溜まっちゃう。さらにもう土寄せ追肥する頃には根も相当勢いよく広がってるので、そういった時に水を食らってしまうと間違いなく病気になっちゃうんですよね。だから畝作りというのは、何が何でも台形状に高くすればいいというものではないということも一つです。ただ極端に土手のようにおっと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 ってなってしまうほど下に降りていかないと、植え付けができないような畑、そういったところだとどうしてもすごく高く畝を作る必要はあるかと思うんですけど、道路と平らとか道路より30センチや50センチちょっと低いような畑ぐらいだったら、畝作りは必要ない。植え付けをするときにはただ線を、紐をまっすぐピンと引っ張って1本目を張ったら、次隣60センチ間を空けてもう1本張る。そしてその紐の真ん中をまたいで、まっすぐ紐の上をめがけて、ブロッコリーだったら45センチぐらい間隔、キャベツだったら35センチぐらい間隔で苗を植え付けをしていけばすごく簡単です。で、植え付けをすれば自分の体重でもうすでにこの周り下がっているから溝が作れている。三角砲もいらない。結構このやり方、昔の年配の農家さんがやっている、まあ農家ですね、方法です。昔はこういう植え付けをするのに機械なんかありませんでした。どうやって植え付けをしていたか、みんな苗を片手に持ち、片手で苗を植え付けをしていたんですね。中腰になってこんな感じ でちょっと前行って植え付けをする。わざわざ溝切りなんかやってません。もう紐を引っ張ったり、あとはトンボみたいな長いものにところどころ60センチ間隔に印がつくように棒が突き出ていて、それを先に引っ張って後をついたところで自分の感覚でもう植えちゃう。もうそれでおしまい。あとは追肥をして土を寄せる。土を寄せるも管理機はない時代です。引き具合で引っ張って土を寄せたりとか、そう簡単にできちゃいます。だけども初めから畝を作るのに土を削ったりすると、雨一回でも降られると周りがめちゃくちゃ硬い。
スコップすら入っていかない。どんだけ土作りやっても、やっぱり集中豪雨とか台風みたいな冠水、畑に水が溜まってしまう。水やりをする冠水じゃなくて、雨が降って水が溜まる方の冠水。起きてしまうと、やっぱり土って締まります。雨降れば地固まる。って言葉ざ通りですね。そういう環境の中で、これからどん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 やっぱり雨が降ってくる。多い時に育てる。秋と冬に育てる秋冬採りの野菜になるので、結構畝作りが面倒くさい。ちょっと手間だなと感じている方、ただ見栄えだけ良くするのではなくて、ここは思い切って畝を立てず、足を開いて、そのまままっすぐ、紐通りに植え付けをするというのを一度やってみてください。すごく簡単です。手間もかからないです。で、私がこれ植え付けをした後の台形状にみんな見えるかと思うんですけど、これはただ機械でどうしてもたくさん苗を植え付けをするのに時間が間に合わない。量が多すぎるから機械を使って植え付けをしたので、機械の重さでタイヤの跡がついているだけなんですね。だからわざわざ畝は私は作っていないということ。一段タイヤの跡がついて機械の重さで下がっているだけ。わざわざ溝をつける目的でもないです。タイヤが歩いているので溝がちょうどついたから、ちょうど排水にもなるという、まあ植え付けも楽だし排水もできるし一石二鳥ということなだけです。機械がないなら機械がないなりに、さっきお話しした通りに紐を引っ張ったりトンボを引っ張ったりして自分の感覚で最初はやっていました。自分でペースに合わせた作業間に合うのであれば、もうそれで十分です。いや、それにしてもまた夕立ですか。毎日ですね。毎日雨が降ることはとてもいいことですけれども、苗をじゃんじゃかじゃんじゃか植え付けをしたり稲刈りを、毎日行うにはちょっと降りすぎかなと。雨が欲しい時に全く降らず、ちょっとやめてっていう時にも容赦なく降るのが、お天気、お天道様ですね。よく頑張ってるから少しペースを合わせてやっかと。もしこのように神様がいたのなら合わせていただけますかと思うところですけれども、そうはいかん、うまくいかないのがね、よっちゃいんか。人参間生えました。ただ同時にちょっと草も生えちゃいましたね。白座、白座、赤座、スベリヒュー、ハキダメギク、おひしば、おひしばはない、メヒシバですね。参りましたね。みんな厄介な野菜ですね。野菜じゃない、草ですね。でもトウモロコシを刈らずに稲刈りしてたので、刈るという言葉が出ちゃいますが、トウモロコシは刈らないですね。耕さずにそのままにしておいたので、いい日差しよけになりました。見た目は不細工ですけれども、もうここまで来ればもう成功したも同然。あとは台風が過ぎ去ったら、今残してある真夏の間頑張ってくれたこのトウモロコシ、日差しよけ、またこれから来るであろう台風の風よけ、暴風林ですね。台風一過の後、カッと晴れたら、さっと表面が乾いたところでもう周りは耕しちゃう。で、残るはこの人参だけ。そうすれば立派なものになると思います。本当に暑い中よく育ってくれたな。黄色い人参が種なくなりましたね。金尾。好きな人参でしたけど、種がとうとう入荷できなかったです。その代わり東北さんのかな、丸田姉さんのかな、黄色いやつを巻きましたが、うまくいきました。
アロマレッドと紅葉2号人参、順番順番にもう全部トウモロコシの間にっていうわけにはいきませんが、どうしても人参を出さなくちゃいけない時期があるので、種をまいて発芽できなかったっていうわけにはいかないから、こういったところを活用してやりました。いやすごい、滑りヒューもすごいな。どうも食べる勇気はありません。僕だけでしょうか。これから雨も多分多くなるかと思います。秋雨前線っていうのかな。畑は耕せばすぐに真っ白になりますが、でも盆前の畑の土とは全く違います。足を踏んだり鎮圧したところはご覧のように黒いです。これ耕したのは昨日です。今日一日中畑の温度は60度近くありましたが、それでもこれだけ湿り気があるので、かなり地下水位が上がってるんですね。貯水されているということ、それもこのトウモロコシを作り続けた結果、地力が上がった、保水力が上がったんですね。でなおかつ排水性もある。あとイネニカを使っているから、土壌改良剤、そういうものを少しずつ取り入れていけば、自分に合った野菜作りがもう完璧だと言える日がいつの日か言えるのを目指して、そういう結果が見えない、結果が出せないかもしれないけども、またそれはそれでやりがいがあるっていう感じですかね。また人参巻きます。今日が最後です。台風が来週来るって言ってますから、で今日はもうピカ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 周りは光ってます。こっち東京方面、こっちは千葉方面、こっちは埼玉方面、こっちは群馬方面で、ちょっと民家があるので、こっちの北側は栃木方面、もう全部雨雲、全部光ってます。なぜかここだけは本当に雨が少ない。でも今日は降りそう、台風も来そう。だから私はここに人参の種を最後まきます。稲刈りも同時に行いながら、畑もやりつつ、本当にやりがいがありますね。毎日いくら時間があっても足りない。みんな時間は平等だけど、だから朝起きて暗い時間に畑に行って仕事して、暗い時間に帰ってきて、ほんとあっという間。さすがに暑いので水は飲みますが、ご飯は食べても食べなくても全然お腹は減らないぐらい本当に夢中になれます。暑くて本当に毎日しんどいですけど、仕事が嫌いなしんどさでは全くなく、本当に充実してます。一日の終わり、仕事が終わって家に帰ると、はあ、今日も一日終わった、気持ちいいなと感じるようなのが本当にこう幸せだと思います。今日も使うのは種まきゴンベ、めちゃくちゃ便利。ただ雨が降った直後とか、結構夏の乾燥している土そのままだとタイヤが空回りしちゃうので、ここがベルトが回っていかない、種が落ちない。でもスポンジローラー、これスポンジを後付けでつけるだけで環境を選ばない、めちゃくちゃ便利。もう本当にこれ農業始めた頃からずっと使っているものですけど、何年前、20年以上ですね。農業を始めた次の年に買ったので、長持ちしてますよね。途中ぶつけたりして一部欠けたところはありますけど、全然平気。視聴者さんからいただいたジュース、たくさんの方からいただきました。いろんな全国各地の方の視聴者さんもありがとうございます。これは広島の文字をレモン水、熱中症対策にっていうジュースとか
いろんなものもいただきました。ありがとうございます。おかげさまで熱中症には多分なっていると思うけど、重症化全くせずに寝込むことなく、やれてます。ここのところ動画が不安定だと思いますが、作業に追われながらこの撮影している iPhone1 台でやっていますので熱を持っちゃうんです。僕は大丈夫でもこの iPhone ちゃんがもうダメだと、オーバーヒートしちゃったから休ませてくださいっていう表示が出るので、タイミングを見ながらいつも撮影しながらやっているので、もうテンパってます。今日植えた品種も紹介してませんでした。朝潮キャベツ、これ11月から12月にかけて強い霜に当たるとだんだんアントシアニン発色、赤く赤紫色になって、でいずれ上が頭が茶色くなります。でも強いです。農業始めた頃5人助けられました。市場で高値最初に出した年高値がついたんです。1ケース2000円、6個でも4個でも8個でも10個でも、うん。だからその助けられた品種はもうずっと農業をやめるまで作り続ける、そういうふうに自分でルールを決めてるんです。それがまずキャベツ、最初に新蘭蘭天新蘭植えて、次に朝潮ですね。そして次に YR 銀次郎というキャベツです。見た目は全部同じなんですけれどもね、キャベツの苗は色の違いは多少あります。隣同士で並べると色は全然違うんですけども、銀次郎は寒くても玉伸びがいい、超ボリューム満点、加工キャベツにはもってこい。加工キャベツっていうとゴワゴワするんでしょ。そんなことないです。いつの時代ですか。今はもう種苗メーカーさんがいろんな研究しているので、大きくなろうが大味じゃないんですね。今のキャベツはどっちかというと大きいキャベツの方が甘いです。なぜかは分かりませんが加工に使っています。トウランです。蘭天新蘭トウランという感じで3種類の蘭がつく、これは寒さに結構強い。 YR 銀次郎は12月1月取りだけれども、トウランからは2月3月取りができます。在庫性がいいんですね。畑に長く置けるってやつです。次は夢五郎もという品種です。漢字の夢、ゴロモはひらがな。これもトウランにすごく似てます。すごく平べったいんですね。僕は平べったい扁平球のキャベツが好きなので夢ゴロモを使ってます。トウランもどっちかというと扁平なんですけど、ちょっと高高、上の方にも伸びるので切るのが楽で、ここからがブロッコリーです。ファイターと言います。11月中下旬から取れます。これは形がすごくいい、切りやすい、即死が出ない。年内に取っちゃうので、もちろんアントシアニンは関係なし、栽培しやすいです。ブロッコリーはスバルときてで、ファイターときました。で次ブロッコリーちゃん、なおみどり93号です。もうブロッコリー専門の会社、種屋さん、ブロリードっていうのがあるんですけど、その品種ですね。スバルっていうのもそうだし、なおみどりもそうです。これもブロッコリー助けられたんですね。なおみどり93号、一番初めて農業をした時に冬に作ったのがこのブロッコリーでした。植え付けをした、種をまいたのは盆杉。周りの農家さんが初めて、もう苗を植え付けをし終わっちゃってたんですね。で自分じゃお盆過ぎた頃から秋冬野菜って育てるもんだと思ってたから、盆で集まった町内の年配の農家さんに
何育てればいいのって聞いたら、ブロッコリーいいよって聞いて、じゃあ俺も種まこうかなって言ったら、もうせえよって言われました。秋と冬に取れる野菜って秋と冬にまくんじゃないのって、盆過ぎじゃないのって、違うよって、夏なんだよって。そして種をまいたのは盆過ぎでした。種屋さんにブロッコリーの種ありますか、今から盆過ぎてっから種まいたってブロッコリーはダメだぞと言われましたが、大丈夫です、ブロッコリーの種をくださいと言いました。それが直緑93号でした。盆過ぎたちょうど今の時期ですよね。8月下旬に種をまいて苗植え付けをしたのが当然9月の秋の彼岸頃、たまたまその時できちゃったんですね、運よく。しかもブロッコリーの相場がそこそこ良かった。それで嬉しかったんですね。でその後何年かずっと続けて育ててきて、いろんな品種を作るようになったけれども、他のものはベドが出たり当該にあったり、中に巣が入ったみたいに酵素が足りなくなってくると割れちゃうんですよね。そうすると市場の市場価値が下がっちゃうんですけど、ナオミドリ93はそれがなかった。だから嬉しかったんですね。それで農業始めた時から今現在も作り続けているのがこれ。今日は耕しただけにですが、こっちの空いているところはウィンタードームっていう比較的新しいブロッコリーの種を今まいて苗を育てているので、それが仕上がり次第ここに植え付けをします。順番順番ですね。こうやって考えてみると、野菜一つ、キャベツもブロッコリーも、ブロッコリー一つで100種類ぐらいの品種がある、キャベツも一つで100種類ぐらいの品種がある、春に育てるキャベツと冬に育てるキャベツも合わせると150品種ぐらいのものがあるんですね、種が。その中で自分に合った、自分が出すところ、その出すところが望むもの、それに合わせて育てる、そういったものがいろいろ考えると、だんだん品種っていうのは絞られてきます。今あるのはほんの一部ですけれども、まだまだこれから紹介していないものもあるので、少しずつ動画で紹介していけたらなと思ってます。台風無事に過ぎ去るといいですね。今日もご視聴いただきありがとうございました。またよろしくお願いいたします。